注意事項ね。問題はないかしら？それじゃあ、ゆっくりしていってね。もっと人気が欲しいわ。もっと人気が欲しいわ。大事なことなんだね、姉さん。でもさ、自分らで言うのもなんだけど、私たちって人気がある方じゃない？演奏会を開けばたくさんの人が来てくれて、姉さんの耳しゃもじ耳かきだって大好評。これ以上を望むのは贅沢なんじゃ。あのねー、冷静に考えてみなさい。私たちの支持層は今2種類だけなのよ。私たちが奏でる音楽を好きだと言ってくれる人たちと、私たちを可愛いまたは美しいと思ってくれている人たち。十分じゃない？もっと欲しい。強欲で貪欲なあね。でもまあ、確かに、人気なんていくらあってもいいよね。具体的に何をして人気を集めようとかアイデアはもうあるの？当然よ、よく聞きなさい。今日から私たちは、人里のヒーローになるのよ。わっこい、すごいよ。さすが私のお姉さん。いやごめんやっぱ無理だ。どういうことなのそれ？最近、人里の周辺に悪さをする妖怪が出没しているらしいわ。緑色の髪で目つきが悪くてナイスバデー。そしてすごく好戦的なやつだってさ。人間も妖精も襲われた被害者が山ほどいるって話よ。そいつを私たちが退治する。悪い妖怪退治もできちゃう美しきパーフェクト音楽家、つくもしまい。そんな素敵な風文が広まれば、私たちの支持層は爆発的に拡大するはず。それ、脇巫女案件じゃない？下手に首を突っ込むと、あの暴力装置がこっちに向くんじゃ。それに姉さん、実は私たちって腕っぷしはそんな強くないよ。大丈夫よ。だって、私たちにはこの、しゃもじソードがある。多分これ止めても無駄なやつだな。オラオラ隠れてないで出てきなさい。緑の髪のパイを使いで妖怪。しゃもじソードのご飯粒にしてやるわ。あはは、姉さんにビビって出てこないかもねー。一目見て無理だと思ったら姉さんを連れて即逃げできる準備しとかないと。まったく、姉さんはいつも突飛な思いつきで行動して、でもその行動力のおかげで、退屈しない毎日を過ごせているのよね。姉さんはアグレッシブ担当が似合っている。私がしっかりクレバーを担当しなきゃ。って、うわぁ、わかりやすくさっき立ってる妖怪がいる。緑色の髪に、鋭い目つき、そしてスラッとしたモデルさん体型に脱いだら実にお豊かそうな気配のするお胸。ビンゴね、奴が九段の悪い妖怪。にしては何か。決めつけるのは早計かな。しゃもじ騒動振るう前に話を聞きましょう。いや、姉さんあれ絶対やばいって。容器がめっちゃトゲついてる。私はあれをさっきと表現したいと思います。てかもう表情だけでもわかるレベルでバチクソ不機嫌そうにしているじゃんあれ。声をかけたら襲いかかってくるかも。怯えすぎでしょ。あんなん少し雰囲気が怖いだけのただの美女じゃん。姉さんは恐れ知らずすぎるの。まあ私たちの方が美女だけどね。お願いだから今だけは私の話を聞いて姉さん。というわけでそこの緑の髪のあなたが噂の悪い妖怪なのかしら？ダメだ止まらねえこいつ。あなたたちは人里で人気の演奏屋さんね。つくもしまい、だっけ？察するにあなたたちも霊の妖怪を探しているの？ふむ、その口ぶりからしてあなたは霊の妖怪じゃないみたいね。ほら見なさい妹よ。ちゃんと確認して正解だったわ。言った心地がしなかったよもう。私は風見優香、お花が好きな妖怪よ。そして悪いことは言わないわ。あなたたちは帰りなさい。霊の妖怪は、私が処理するから。む、手柄を独り占めするつもり？って雰囲気でもなさそうね。ちゃんと理由を聞こうかしら。なんで私たちに帰れなんて言うの？容器の痕跡からして、霊の妖怪の強さはゲノ中ってところよ。あなたたちが挑んでも勝てないわ。私たちがゲノゲだって言うの？と、意味を申し立てたいところだけど、まあぶっちゃけ私たちは弱敗つくも神。素の戦闘能力が低いのは否定しない。だけどこのしゃもじ騒動を見ても果たして同じことが言えるかしら？最近ほんのり疑問に思うんだけど、姉さんってなんでそんなにもしゃもじのことを信頼しているの？仕方ない。直撃させない程度に脅かして。タイミングの悪いやつね。てぃすげすげすげす。間抜けな奴らがガン首揃えて、そんなに私にいじめてほしいなら、お望み通り相手をしてやりますわでゲース。緑の髪で目つきが悪くておっぱいだべー。姉さん、多分今度こそあいつが悪い奴だよ。あいつはなんかしっくりくるわね。やいやいこの悪い妖怪め、しゃもられる覚悟はできているかしら？しゃも？いやなんて？とりあえず私を悪い妖怪とみなして退治しに来たということでいいですわね。ゲースゲスゲスゲス。善だの悪だの、妖怪相手にトンチキな話。弱っちい奴らをいじめていつにいる。実に妖怪らしい所用でゲスませんこと？ふん、まさに悪党らしいセリフね。でも知ったことじゃないわ。お前が悪い奴ならそれ以外はどうでもいい。私たちの人気の糧になれ。姉さんの発言も悪役っぽいよ。それから八橋、あんたちょっと人里に戻って予備のしゃもじソードを取ってきなさい。予備なんてあるの？その辺で売ってるから。しゃもじソードって既製品だったの？とにかく早く行きなさいって。はぁ、あ。
ごちゃつく前にさっさと済ませるか。おいそこの実質全裸。昨日、人里の外れにある妖精たちの花壇を壊したのはあなたで間違いないかしら？さあ、存じ上げませんですわね。でもまあ、妖精をいじめるついでに踏み荒らすくらいはしたかもしれません。だって、足元の花なんてわざわざ踏もうと思って踏むものでもない。は、悪い妖怪が消し済みになっちゃった。一瞬で、じゅって、跡形もなく、風見優香。やっぱりヤバい妖怪じゃん。ちょっと何してくれてんのよ風見優香。あの妖怪は私たちの人気だったのに。姉さん、今あいつがとんでもねえ威力の超極太傘レーザーぶちかましたの一緒に見てたよね。お願いだから変に噛みつかないで。しゃもじソードでもあれくらいできら。絶対できらねえから。うっふ、愉快な雑魚ね。ほんとバカな姉ですみません。バカ、ねえ、確かに。でもまあ、相手に悪意があるかどうかを見極める判断力は高い方だと思うわ。敵がゲストわかるや、万が一を想定して妹さんを逃がす判断も早かった。ほえ？まあ、あそこは姉妹揃って一緒に逃げるのが正解だったけど、私がいてよかったわね。感謝しなさい。余計なお世話様だっての。けれどまあ、正直言うとあの悪い全裸を倒すのは少し手こずる予感がしていたわ。あなたにも事情はあったみたいだけれど、私たちはあなたに助けられたといえばその通り、もしこの後暇なら、お礼代わりに私たちが一曲演奏しましょうか？あら、里の人気者が私のために演奏してくれるだなんて、愉快な話ね。けれど遠慮させていただくわ。この後は妖精のガキンチョたちと一緒に花壇を作り直す約束をしているの。じゃあそれを手伝ってあげる。次の作戦にちょうどいいし。次の作戦。ヒーローで人気取り作戦は失敗したから、今度は小さなお手伝いで細かく人気稼ぎ作戦よ。最初からそういう堅実なの考えてよ。やあ、解説担当のカッパだよ。ゆっくり茶番劇で学ぶ世界のことわざ。茶番劇部分は楽しんでもらえたかな？今回のピックアップことわざはこちら。杓子で腹を切る。杓子とはしゃもじやお玉、ご飯や汁をすくって別の器に移す道具のこと。切腹しなきゃ、でも刀がない、ならば杓子で腹を切ったらあよ。って、切れるわけないじゃんね。転じてこのことわざの意味は、明らかに実現できないことの例え。しゃもじで妖怪退治なんてできるわけない。つくもべんべんの謎の自信はどこから来るのやら。それにしても、つくもべんべんはあの風見優香に対してびっくりするくらい慣れ慣れしかったね。まあ、風見優香は意外と理性的な妖怪。彼女が暴力を振るうのは、よっぽど地雷を踏まれるか、強いやつまたは面白い能力を使うやつに出会った時だけ。そのどれにも当てはまらないつくも神に害を向ける理由なんてないわけだ。力の強弱ではなく悪意や害の有無で判断するなら、つくもべんべんにとって風見優香は完全に無害な存在。案外、相性の良い取り合わせなのかもね。ご視聴、ありがとうございました。